お腹を引っ込めたい人はたったの20秒やってください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、たったの20秒で腹筋ローラー立って1回分相当に匹敵する、腹筋エクササイズを紹介します。立って腹筋ローラーができない人はですね、膝をついてやってる方多いと思うんですけども、そもそも腹筋ローラー持ってない方ね、多いと思います。そういった方にね、今回おすすめでしっかり腹筋に効きますんで、ぜひたったの20秒やってもらえたらと思います。ではやり方を説明します。まずですね、プッシュアップの姿勢になります。このまま手は片方だけ遠くに持ってってですね、手前の手は少し肘を曲げます。この時にできるだけ前に伸ばした手に体重を乗せてください。これを左右10秒ずつやっていきます。今度反対の手はですね、プッシュアップの姿勢で右手をしっかり遠くに持ってって、左手は少し曲げて、体重は右手にできるだけ乗せます。こういう感じです。もしね、右手に体重乗せるのが辛すぎる人は、少し左に多めにね、肘曲げてる方に体重乗せても結構です。これを片方ずつ10秒一緒にキープしていきましょう。では左手を前からにしていきます。スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。反対いきます。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。あー、お疲れ様でした。どうでしたか？たったの10秒ずつ立って腹筋ローラーができない人とか、今の分のね、両方とも手が前にするやつ、それが難しい方は今みたいにですね、片方だけ手を手前にして練習してみてください。これ止まってるだけでね、腹筋結構効きますし、あとは脊柱起立筋とか大臀筋とか広背筋とか、結構大きい部位をね、しっかり使えるエクササイズなので、腹筋ローラーだったらね、しっかり手を伸ばして止まれないんでガチャンっていっちゃうし、壁を使ってもね、いまいちね、力を壁の方にかけすぎちゃって腹筋へ行く負荷がね、減ってしまうので、今みたいにローラー使わずに手でね、少しずつやってもらえたらと思います。で、プランクもね、もちろん効きますけど、今の方が効きますんで、プランクに慣れてる方はね、今みたいにやってもらえたらと思います。たったの10秒ずつです。この何回かに分けてね、やってもらえたらと思います。あとは腰が痛くなるよって方はね、ちょっと腰を丸めて行ってください。腰が反れてしまうとね、脊柱の方に負荷が行きすぎて腰を痛める原因になりますんで、今みたいに腰を丸めて練習をしてもらえたらと思います。鍛えるっていうイメージよりもね、練習するとかね、こなすっていうようなイメージの方がね、楽しく行えるんじゃないのかなと思いますんで、よかったら参考にしてやってみてもらえたらと思います。今日はたったの20秒で腹筋に効くエクササイズでした。よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。チャンネル登録してない方は説明欄からよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。